ごめん、大きな音出しちゃった。ジャンの言う通りエレンがこうなったのは私の不甲斐ない理想論のせいだ。それにこんなこと吠えておいて逃げようとしていたんだよ。全てを捨てて、全て忘れて生きようって。でも私はまだ調査兵団の団長だ。人類の自由のために心臓を捧げた仲間が見ている気がする。大半は壁の外に人類がいるなんて知らずに死んでいった。この島だけに自由をもたらせばそれでいい。そんなケチなこと言う仲間はいないだろ。虐殺を止めることができるのは今しかない。ハンジさん、俺はまだ調査兵団です。